青ネカズラは着生植物になるシダ類で根茎が綺麗な青緑になるのが特徴である。観賞用に栽培されることがある。青ネカズラはシダ植物門、裏星海ゾデンダ属のシダ類で柔らかな葉と鮮やかな根茎の色が特徴のシダ植物である。青ネクズの名前もこれによる。根茎は長く横に生い、枝分かれしてまばらに葉をつける。根茎は やや肉厚で、計4から5ミリメートル、緑色からやや白身を帯びた緑色で、褐色の輪辺がまばらにつく。葉は冬、緑性で、一回以上に深く裂ける。傭兵はやや褐色で7から15センチメートル、傭身は15から20センチメートル、小葉は15から25体、主軸に対して、ほぼ直角に広がり、先端はやや尖る。 歯質は柔らかく、少し厚手で、単緑色。葉の表面には、特に裏側には細かい毛が多く、表面には、艶がないのがなおさら葉の柔らかな感じを強める。胞子のオ群は円形、若い時は黄色く、架空辺の裏側、やや主軸沿いに並ぶ。青猫カズラの捕服形、周囲の丸い葉は、豆津多山の樹木の幹や岩に着生する。日本では、 関東異性の本州、四国、九州に分布、国外では中国南部からも知られる。ただし、国内の分布地では数を減らしている例が多い。同族には日本で七種が知られるが、特によく似ているのは、以下の種である。大柄な着生植物で、葉の緑、根茎の緑が美しく、干渉価値が高いため、ヘゴ板につけるなどして、よく栽培される。しかしそのため、 野外では採取されてしまうことが多く、各地で貴重になっている。ありがとうございます。